こんにちは、ビハイア株式会社の大山です。本日は弊社で運営しているアニメゲーム漫画業界の、クリエイター採用に専門特化した求人サイトラクジョブの採用成功事例についてお伝えしたいと思います。今日はマリオですで、そちらの会社さんがですね、コンシューマーゲームの会社なんですけれども、メーカーさんに企画提案をしに行くっていう、こう一時受けの会社さんで、でかなり優秀な企画の人がいるんだけれども、その人がこう全く絵が描けない人なので、どっちかっていうと企画提案しに行くのに一緒についてきて、こうコンセプトアートとかその場でサラサラっていう風に描ける人が欲しいと。で、その場での提案でも大事なんですけど、実際仕事につながったとしても、こうリアルなコンセプトアートを作ることによって、こう社内だったりとか外注さんとのこうコンセンサスを図ったりとか、こう最終的な納品イメージっていうのを統一したいっていうことだったの で、そういう人を急遽まずは企画のアシスタント兼コンセプトデザイナーとして入れたいっていう話がありました。で、実際採用できたのがですね、もともとアニメ業界で働いていて、で、コンセプトアートとか、背景の部分ですね、を主に、業務としてやってたんですけれども、監督さんとかと打ち合わせする際に、こういった場面設計でいきましょうっていうのをささらっと書ける人だったし、テレビシリーズもやってる会社にいたので、かなり手が早いですね。で、的確にものを掴んで、こういう風な形でやりましょうっていう風に提案もできる人なので、かなり異業種とはいえアニメ業界の人優秀っていう風に会社さんからも驚かれて喜ばれました。で、結構ですね、多いのがアニメ系にいたんですけど、ゲーム業界だったら正社員として雇用してくれるし安定してるからって言って移りたいっていう人結構います。なので、アニメ業界の技術っていうのを応用してコンセプトアートだったりとか絵コンテだったりとかっていうのはもうかなり汎用性効くところだと思いますので、そういう人って誰かいますっていう場合には一度こちらまでご相談いただければと思います。よろしくお願いします。